クレジットカードを入れてください。表示ボタンで暗証番号を入れてください。暗証番号が間違っています。もう一度正しい番号を入力してください。表示ボタンで暗証番号を入れてください。クレジットカードをお取りください。領収書が必要な方はボタンを押してください。